皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、こちらやってまいりました、仙台。はい、はい、さっきもちょっと話してましたけど、最近ずっと原稿をご紹介させていただいて、そう逆になんか新鮮、逆にね、そういいかなと思って、今乗ってる人ももちろんそうだし、これから、旧型を買う人ももちろんいると思うので、そういう方にも参考になればと思って題材にさせていただきました。はい、まだまだ人気ですからね。まだまだ人気です、はい、そして今回ご紹介させていただくんですけど、はい、ちょっと最初にそれ言っちゃうんかよって言われちゃうかもしれないですけど、僕ちょっと正直者なんで、正直に言っちゃうと、はい、朝これピット入ってたり、はい、来て、スルーしてしまいましたひどいね。いやいやいや、変わったね、ツッチーもね。違うんです、違うんです、聞いてください。ツッチーさん、旧型には目がいかないかも。違うんです、旧型じゃなくて、はい、こうカスタマイズしてある、どうだっていう感じがない、ない。なんか最近特にエアロとか、カーボンパーツとか、タイホイールもちょっと順番に紹介していきますけど、はい、どうですか、変えましたっていう、はい、っていうのが多かったんですよ。あ、なるほどね。最近、はい、そうだみたいな。そう、なんかいい意味でこのなんかすごく普通というか、さらっとね、やりすぎてない感じ、はい、がなんかすごく、実はこれ紹介しようと思ってんだよって朝言われて、一個ずつ見てったら、だいぶ良くないですかっていう、ちょっとびっくりした車、はい、そして今回この車、車両ごと、そう、うちの方で大宮店かなに在庫であった車を買っていただいて、で部品も含めて全て、最初にご注文いただいて、で一旦納車はしてたんだけど、あ、そうなんですか。そう、もろもろ入ってきたんで、じゃあ一気にやりましょうってことで今回やらせていただいて完成しました。はい、なんでちょっと順番に見ていきたいと思うんですけれども、本当になんかエアローとか全くない、全くない。そう、だからそのなんかエアロパーツをつけなきゃいけないんじゃないかとか、例えばなんだろう、ブラバスのリップをつけなきゃいけないんじゃないかとかね、極端な話マストのアイテムだったんですからね。そう、はい、そういうのじゃなくて、こうやってもともとそのゲレンデがさ、こうやって火がついてった部分の最初の発端としては、ちょっとこう塗ったりなんだりすることで雰囲気ずいぶん変わりますよねってところからの僕らスタートだったわけじゃん。だそれをこうすごくこういい例としてやってる車なんで、まずはもう塗ってるだけです。バンパーをこれ塗ってるんですね。はい、バンパーとオーバーフェンダーとグリルかな。もともとはこのボディカラーの単色の、そう、もともと一色のシルバー車をツートンにしてると。でこれグロスブラック、グロスブラックで、はい、塗ってます。スターマークも含めて、はい、これだいぶ雰囲気いいっすね。そう、これだけでね、はい、もともとだから旧型もこの方もあったか、限定とかで、限定であったよね、ツートンのやつが。そうだからそのただシルバーはもちろんその中には色なかったと思うんで、はい、この本当に最初さ、真っシルバーで18インチのシルバーのホイールを履いてて、ちょっと弱々しいというかね、いうイメージ印象だったんですけど、こう黒く締めるとね、かなりこう全然雰囲気が違うなって、はい、違うんですよね、だいぶ雰囲気が本当にいい、はい、ね、もうこれだけで本当だいぶで塗るその面積も普通の車って、もちろんツートンできないですけど、そうね、ポイントポイント塗るだけでツートンになっちゃうんですね。そう、そうだからボディを触ることなく、はい、なその付属されてる部品、ついてる部品を塗るだけでゲレンデはツートンが成立するんで、本当にやりがいのある車かなと。なんかもうそれこそメルセデスの他の SUV とか、ミニとかの樹脂パーツを塗る方が大変なんだ。そう大変、そんな感じですよね、ゲレンデだったらもうついてる、そう、もともと色もついてるし、ね、素地でもないし、はい、だからそこを塗り替えるだけで雰囲気が変わる。これじゃあゲレンデかなりおすすめのこのメニューにならないですか。絶対的にそうだと思う。だからその、ボディカラー今回シルバーだったから、黒にしたけど、例えば黒のボディカラーだったとしても、はい、ちょっとこう半ツヤぐらいの黒で塗り分けると、はいはい、またそれはそれでね雰囲気変わるし、あとはもう赤黒とか、赤黒ですね、はい、ちょっとそういう色でやってもかなりこう楽しめるというか、
はい、そして車の雰囲気もすごく変えられる、変わります、ポイントなので、はいはいはい、あとはどんな感じでしょう。あとは顔周りはこんな感じかな、はい、であのミラー、ここの部分、あ、なるほど、右ハンドルなんで左側かに、ついてたミラーはスムージングして埋めて、で、カメラを追加して車検に通るような形になってます。日本仕様だけなんですよね。日本仕様だけだね、はい、法律の問題、車検の問題、いや運転席側と反対側の足元っていうか、そのフロントタイヤのところは見えないといけませんよ。この辺が見えなきゃいけないって、なんかあの高さ何センチのやつが見えないとダメだっていう、うんうん、だからそれ埋めるんであれば代わりにそこが見えるようになってるのも OK ということ で、 そう、はい、でこれ埋める方法もいろいろあるじゃないですか、バッチで埋めるとかね、バッチで埋めたりとかっていう、はい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 、今回はスムージングして、はい、きちんと板金をして同色に塗って埋めてあります。本国と同じルックになってる、ね、うん、分かんないですね、やっぱり、はい、埋めるんだったらカバーは嫌かな。確かに、うん、で埋めるのもちゃんと考えないと埋めない、考えて埋めないと後に出てきちゃうんですよ、うん、そう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 、埋め方もね、そうなんですよ、結構重要だったんですよ。もう数々埋めてきてます、埋めてきてる数々、はい、そこをお任せいただければしっかり、うん、で色もバッチリあってます、はい、はい、しっかり。そしてこの辺はもともとついてた、そう、これは純正でついてるヘッドライトガード、これ俺好きなんですよ、これね、うん、これすごいなんかこう不評の人には不評で、あ、そうなんですか、結構この穴がさ開いてるから穴埋めてくださいとかって当時やったりしたけど、なるほど、まあ、あるとね、あったで雰囲気がいいかな、そうなんですよ、これ僕好きです、うん、僕も好きです、こんなのがしっかりついて、はい、ついてます。そして横に回っていきましょうか、はい、やってまいりました、はい、ここも、うん、いい意味で、うん、なんかこうやりすぎてないというか、うん、俺いじってんどっていう感じがない、うん、うん、朝ポンコツ土屋がスルーしてしまった、はい、一員でもあると思うんですけど、そうね、そうね、自然、ここを、はいはい、やってまいりました、はい、スティールメイド、はい、これもう何回かご紹介させていただいてますけれども、はい、アメリカ製鍛造ホイールの、はい、あの鉄鎮ルック、鉄鎮ルック、はい、ややこしいです、はい、だからもう鉄鎮にしか見えないんですけど、これがアメリカ製鍛造ホイール、鍛造です、ツーピースです、はい、あ、ツーピースなんでしょう、ツーピースです、こんな感じ。そうで、これが結構好評というかね、最近多いです ね、 名古屋店で意外と、まあ、買えないっていう、はい、多分そのホームページがない、あ、金額がどこにも載ってない、どういうプロモーションしてるんですか売る気がないと、はい、まあ、アメリカの本国インスタは一切動いてない、はい、で、まあ、僕がやってるジャパンのインスタはまあちょこちょこ動いてる、はい、からそのスティーメイドジャパンの方に世界からなんか DM 来ちゃうのよ。あ、そうなんすか。そう、なんだあれ、ね、読めねえよみたいな、はい、何語か分かんないような文字とかで来たりとかして、はい、まあまあ結構その知ってる人は知ってるけど、どこ行ったら買えるかが分からない、あ、なるほど、いうような状況の、はい、まあ、プロモーションなので、それあえてそういうプロモーションにしてるんですか。まあまあ、あえての、まあ、最終後付けあえてみたいなそんな感じになって、はい、でこれって今、うん、他のアメリカのホイールメーカーでも、はい、もうちょっとこれに追従して、ね、はい、やってきてるのとかもあるじゃないですか、はいはい、でこれってもう鉄鎮ってもう外し中の外しじゃないですか、うん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 、でもちろんゲレンデだとなんかもうドンピシャですけど、うん、これをなんか全然とんでもない車、はい、ロールスとかに入れちゃったりとか、はいはいはい、この手のホイール、はいはいはい、っていうのもあるんで、うん、ちょっと今後ちょっと見逃せないそう、ね、ホイールもの雰囲気なのかな。そうですね、はい、なのでこの辺は可能性が非常に高いかな。そうですね、うん、いろんな車に入れて、で今回はまあ鉄板とも言える組み合わせの、はいはい、17インチのこれを入れてる、はい、サテンブラックでタイヤは東洋を使ってます。これオープンカントリーですか。オープンカントリ ー、 でなんかこうこれで例えばもうマットテレーンとか、はい、例えばなんだろう、マットテレーンじゃなくてもオールテレーンの結構ゴツゴツしたやつとかだとちょっとなんか頑張ってる感が出ちゃうなと、はい、まあ、ちょっと1個前の車だしさらっとこう乗るっていう部分でもこういう丸いタイヤで、そんなにゴツゴツしてない、そう、はい、こっちも丸いし、こっちも丸いし、そうなの、そうなの、かわいいよね、タイヤめっちゃ重要だなと思うんですよ、タイヤが、そうだ、これで結構ゴツゴツしてるの履いてたらまあもちろんねいいんでしょうけど、ちょっと頑張ってる感というかねが出ちゃう、いじってますよっていう感が出ちゃうかなと。あと結構乗り心地とか、うん、ロードノイズなんかもある。あ、そう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 、うん、すごい静か。ミニのその上げ作った時に、うん、オープンカントリー1回履かしたのを乗らせてもらったこともあったんですけど、うんうんうん、SUV のタイヤにしてはかなり
あのオンロード性能、そうだよね、いい方なのかなっていう、うん、そう。あとルックスがやっぱりいいですよね。いい、ルックスがいい。ちょっと可愛い感じ、うん、可愛くなる、すごく。これを履くだけでね。これサイズアップはしてるんですか？サイズアップしてます。なるほど。で普通にその東洋のジャパンで設定してるサイズなんで。あ、そうなんですか。そう、手にも入りやすいというか、価格も抑えられる感じになるんで、すごくいいと思います。やっぱりちょっと特殊な体履いて、なんか特別感もいいですけど、うん、やっぱりこうラフな感じ、そう、さらっとね、はい、感じがっていうのは結構いいのかな、いいかなと。あともう一個ちょっとホイールで重要なことを僕お話しさせていただいていいでしょうか。はい、ちょっと。あの単造ホイールイコール軽いっていうあのイメージ、はいはい、世間一般的なイメージもあると思うんですけど、はいはい、あのそれっていうのは、はい、あのホイールによる。ホイールによる。そうね、はい。今朝これお持ちになられてましたよね。はい、履かしてないのを持ちましたけど、はいはい、結構重量ありますね。で結構だから単造ホイールってなんか軽いイメージね、まあまあ、そういうホイールが多いんで、うんうん、そのイメージが先行しちゃってるんですけど、うんうん、厳密に言うと鋳造より重いんですよね。あ、密度が高いから、あ、なるほど、ね、巣穴とか一切ないじゃないですか。はい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 、密度が高いんで、はいはいはい、同じ体積だったら、はいはい、あの単造の方が重たいんですよ。あ、ただ強度があるんで、軽く作れるんで、軽く作ってるホイールが多いんですよ。ただこれに関してはまあそういうホイールじゃないんでまあちょっとその重量に関しては、ね、まあ、具はないですけど、ただその単造なんで、うん、オーダーメイドでできるんですよね。そう、だからそのオフセットしかり、そう、サイズしかり、はい、色しかりという形で、作れます。でセンターキャップも、まあ、純正のセンターキャップで作るのか、今回ちょっと純正センターキャップが間に合わなかったんで、あ、ついてないんですけど、じゃあゆくゆくは純正センターキャップつけるっていうの。そう、クラシックなやつ。そう、はい、でスティールメイドのキャップももちろん用意してあるんで、そっちにするのかとか、それこそそのさっきツッチがちょっと言ったロールスのフローティング の、 あの回らないキャップでこうバーンって締めることもできます。恐ろしいですね。単造なんで。なるほど。単造なんで、はい。だからその単造のメリットはしっかりある。そう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 。重い軽いはちょっとあんまり。まあもちろんそのデザイン的なところから仕方ないところもあるけど、はい、だからそのオーダーメイドでできるっていうのは結構。そうね。いいところなのかな。うん。あとはなんかキャリパーが見えなくていいねというのもよく言われるかな。確かに確かに割と。だから俺って本当にもう可能性としては無限大、無限大、今後本当色もフィニッシュも、うんうんうん、まあ、今回そのより鉄鎮に見えるサテンブラックですけど、うん、いかようにでも、はい、はい、まあ、地のその単造を生かしたちょっとポリッシュじゃないですか、うん、まあ、もちろんポリッシュもストーンとかブラッシュドとかできます。もういろいろちょっと今後楽しみなホイールかなと、はいはい、これを装着されて、はい、で足も今回全部ノーマルですか？ノーマルです。車高もあの、まあ、350の場合は63とかに比べてちょっと高めなんでね、ノーマルがもともとなんで、そんなにこう外径アップしても違和感がないかなと。車高が低めだとここが埋まっちゃうからさ、単純に。なるほどなるほど。なんかこうタイヤ外径上げるっちゃうと逆に車高端っぽく見えちゃうんだけど、うん、この車はあの全く違和感なく、そうなんですね、上げてる感じもないし下げてる感じもないし、そうちょうどいい。それもなんか普通っぽくてすごく、うん、はい、いいよね。なんか本当に涼しい顔して乗るのがちょうどいい。そう、本当にこう、まあ、年式不明車っちゃ年式不明車な感じだし、ただちゃんと快適でちゃんとディーゼルであの乗れる、でこじゃれてるっていうのは非常にいいかなと。なるほど。あとステップなんかは、はい、定番のモーラーピングプラスプロテクションで黒くなってます。ここプロテクションになってるんですか？そう、はい、ここ一番引っかかっちゃうんですよ、はい、はい、ここ黒くなってます。で全部分解してあの貼るんですよね。そう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 、あのゴムみたいなの全部抜いてね。そうですよね。だから貼るの大変なんですけど、まあ、ここでイメージかだいぶ変わるのかな。だいぶ変わります、はい、まあ、あとこれフェンダーとつながる感じが、そういいでしょ、出るかな。なんかこうね、こう一周ぐるっと黒く。確かにこれでメッキのサイドステップだとこうついてる感ちょっと出ちゃう、うん、そうここだけね浮いちゃうんで。確かにこれだと一周つながるんでイメージもすごくいいのかな、うんうん、あと屋根はあえて、そう屋根はあえて今回は黒く塗ってないです。まあもちろんその費用を抑えたいっていう部分ももちろんあるし、まあ、あの今回下回りを黒くするっていう部分で、まあ、あの純正だと屋根が塗ってあってミラーが黒かったりするけど、この車に関してはあの下側だけ黒くしてる。なるほど。だこれさじ加減でだから塗ってもいいですか？もちろん、もちろん塗ってもいいです。ミラーとか、うん、ルーフとか、うん、そのおかしくないです。そしてあとやってまいりました、はい、もう家村さんといったらこのクリアガラス、はい、スケスケ、はい、スケスケガラス、はい、これが一応本国だと設定がある。この年式に関しては2012年かな、はい、まではもともとクリアガラス。あ、そうなんですか。そうそうそう。なのでその12年より前のガラスを取ればいいだけなんで。あ、そうなんですか。そう。
普通に国内で取れます。スモーク張ってる率めちゃ高くないですか？めちゃ高い、めちゃ高い。ほとんど見たことないです。でも、はい、減ったよね。あのちょっと年式古そうな車が黒いって、はいはい、前はもっともっと多かったと思います。それがなんかクリアーな人って結構増えた気がするんだよね。本当、まあ、狙ってんのかな自分が流行らせたみたいないや増えたよ増えた。バイザーももうついてないでしょこれも、はいはいはい、バイザーもなんか減った気がするな。あ、うん、バイザーないの雰囲気ですよねやっぱり、うん、そう、まあ、利便性だったら絶対ついてる方がいいんでしょうけど、うんうん、まあ、その辺なんか違うもんさらっとしてるね。だ内装が見えるのと向こう側が見えるのっていうのは、うん、なんかすごくこう箱な感じもあるし、ある、はい、こうラフに使ってる感じ、うん、あとちょっとクラシックな感じ出ません？出る、はい、出る。すっごく雰囲気ですよね。やっぱりただプライバシーに関してはゼロになっちゃうんで、ゼロです。ここはちょっと人を選ぶのかなと、はいはいはい、特にあの後ろ奥さんだったりだとか、はい、お子様乗せる方なんかだとやっぱりちょっと眩しいとかあるじゃないですか。だからここちょっと人を選びますけど雰囲気はやっぱりめっちゃいいですよね、うん、もう抜群にいいよね。で朝見てちょっと発見したこれ微妙に色が違うんですね。そうロゴのマークがもともと全部純正のガラスを使ってるんだけどフロントが黒でリアドアが白でリアクォーターがオレンジ。まあ、これアンテナがついてる関係もちょっともしかしてそうね、後ろのこのクォーターガラスに関しては、仕様によってそのアンテナ線の位置が微妙に違うんで、うん、何でもかんでもこのガラスがつくっていうわけではない。何種類かね種類があるなるほど。でその中で現車の車に合うものをうちの方で用意してガラスを変えてる。じゃあその辺はじゃあ飯村さんノウハウが必要なそう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 。で当然交換はガラス屋さん呼んでそうガラス屋さん呼んで交換する感じになると、うん、でゲレンデの場合、まあ、旧型の場合は本当にはめ込みだけなんで、あ、そうなんですか。それこそ朝お預かりして夕方返すこともできる。なるほど、うん、現行だと接着なんでちょっと一晩置いたりしないと硬化するまでちょっとお預かりするそんな流れになる。はい、なってます。じゃあ続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろも、はい、じゃあもう、うん、この流れをそうもうセオリー通りというかリアバンパーも黒くして背面タイヤの周りも黒くしてこれはまあラッピングして、はい、でエンブレムをペイントして黒くしてっていう形で。なるほど、まあ、これラッピングなんですよ。そうそれはラッピング。なるほど、うん、はい、だここも割と時間的にも、うん、はい、そうねかからないんできちゃう。そうだとまあグロスで全体的に今回は仕上げた感じになるんですけど、まあ、もちろんその半ツヤで全部仕上げることもできるし、まあ、グロスで仕上げることもできるしっていう。そうなんですね。黒って言ってもそのツヤ感変えるだけでも結構違うんで。そう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 。例えばエンブレムだけその半ツヤにしたりとか、うんうん、いろいろ、うん、まあ、可能性組み合わせは結構ねいろいろできる。じゃあ最後になりますけれども、はい、ちょっと朝見たそのリアクションがちょっと取れなかったのは、うん、ちょっと僕が油断してたところでもあるんですけどでも車の方向性的にやっぱりそれで合ってたのかなっていう、うん、思いました。あ、自然にね俺改造してんどっていう感じじゃなくって、うんうんうん、なんかちょっとこうおしゃれに、うん、はい、さらっと。そうだからなんかこうイメージとしてなんかいろいろつけたり、極端な車高を下げたりっていうイメージが多分あるじゃない？ザ・ドレスアップですよね。対して、はいはい、僕らの会社に対して多分そういうイメージがあると思うんですけど、うん、まあそれはいろんなパターンがあってこういうことももちろんやるし、そういうこともやるしっていうのはいくらでもできるっていうのを感じ取ってもらえれば。そうですね、うん、特に最近僕が本当にワイドボディになってて、うん、馬力も800馬力になってっていうのを紹介した直後だったんで、うんうんうん、なんかちょっとこうあってなっちゃったんですけど、うんうん、このニュアンス変えるっていうのは、うん、やっぱりこう基本のところでもありますけど、そうだからここからスタートですね、うんうん、だからなんかこう今回もこの内容って言ったらざっくり200万ぐらい、まあ、ガラスも変えて塗ってホイールも変えてっていう、まあ、スチールメイドはねちょっと高いんでスチールメイド大体問い合わせ結構来るとで金額言うとあ、わかりましたーってレッチンルックなんでちょっともうちょっと安いのかなっていうのは想像してますけど、そう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 、中身がこうアメリカ製単造ですからね。なんでね、これちょっと200万の円の中でも比率としてはかなり、うん、大きいところですけど、でもその費用でこれだけ雰囲気が変わって、うんうん、なんかちょっとおしゃれに。そうだからその今まで今乗ってる方
旧型のゲレンデを乗られてる方もそうだし、まあ、今回の内容に関して言うとさ、まあ、年式関係ないから、うんうんうん、極端な話ね、あの2000年なんです、2001年なんですっていう方でも同じような形にはなるし、乗ってて雰囲気を変えたいということはゲレンデは結構ね、あのいくらでもできるので、ここはもう一度あのご紹介しておきたいなと思います。これどこで走って誰が乗ってもかっこいいと思うんですよね、うん、そう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 。だちょっと山キャンプとか乗っててもかっこいいし、都市部で乗っててもかっこいいし、かっこいい、この男性が乗っててもかっこいいし、うん、女性の方が乗っててもこれだったらすごくかっこいいな。そう、はい、だオーナーさんはあのご家族でいつも乗ってる感じなんで、なんかそれもそれでのすごい洒落てるよね。そうですね、おしゃれですね、うんうん、はい、さらっと、まあ、ゲレンデ多分可能性は無限大な、無限大です。いろいろご相談いただければ、はい、違う仕様の、うん、まあ、違う年式だったり、もちろん、あと現行でこれを当てはめてもすごく多分面白そうなのができると思いますので、うんうん、ぜひボンド名古屋の飯村さんにご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。